チェスターユナイテッドの守備組織がこちらです。 FA カップ準々決勝、リバプール VS ユナイテッドにて。わけわからんくて好き。中盤すっかすかすぎで草です。マジで何このクソ前プレ。勝ったからええやろ震え声。人選的にももうこれは受け入れてるとしか。めっちゃ間延びしてましたよね。びっくりしました。正直ユナイテッドの攻撃、守備いろいろまずいところもあったけど、結果が全て夢の劇場はやはりすごかった。守備を捨てたことによってマンチェスターユナイテッドがリバプールを圧倒してるのくさ。実質守備者2人のユナイテッド、しかもそのうちの1人マグワイアは攻め上がっているという笑い。ユナイテッドの守備が緩すぎてリバプールの攻撃も緩くなってるのはロス。がしかし1回たりともテンハグの色出して勝ったことねえよな。やっぱこういうカウンター主体の方が合うんやろな。テンハグのファイヤーフォーメーションはカップ戦だからこそ成立した感じはある。今回たまたまガチャ当たっただけやし、リーグ戦では外ればっかで得失点差で悪影響しかないし、あんま褒められたものじゃない。エンタメとしては120点だけど、テンハグの1センターバックサッカー面白すぎる。こんな戦術を持ってたのか。やってることほぼパチンコやん。